構構いませんので、とりあえずこれで、あとはマイクが、マイクは一応あの手持ちマイクこれがあるので、これを回していただく形しかちょっと取れない。で、仕方ないです。までしか用意できない。とりあえず今日はあとプラス1本で、全然長さが足りない。後ろから持ってった方がいいと思います。長さは結構ある。急遽増えた。いい意味で増えた。あ、はい、じゃあごめんなさい、あのどっかが手持ちで前にお願いします。あとはあ、すみません、これはちょっと2つしか大丈夫です。僕はい、です、はい、ボケる私は右手です。みんな必要です。もう途中でやるか、なるほど、こっちで。あ、じゃあ大丈夫だな、余裕だな。笛の調子がおかしい。なるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで、イタレとか。いや、違いますよ。ホイティさんの子供の学園祭があって、笛の調子がおかしいんですよ。あ、いや、だだだかしてみた。あ、うん、だぶってみようやど。あ、わかった。どうぞ。ドキドキよ。せーの。どーれー。なに今の。みんなと。ね、ハゲちゃべん。替えのパンツ。フリムーンラジオ。ダニー・カルバールということで、今日は声に出して読みたい FC 琉球の選手をお伝えいたしましたということで、始まりましたフリームーンラジオです。今週もよろしくお願いします。はい、お相手は私ナルトラです。はい、こんばんは、ホワイティ西原です。はい、ミキサーの横澤です。そしてはい、はい、ツイキャスをご覧の皆さん気になっているでしょう、ね、はい、鶏とシェフとヒヨコがいます。こんばんは、焼き鳥バンドです。やっほー、おっしゃいませー。長田からやってまいります。はい、よろしくお願いします。一人ずつじゃあ自己紹介いいですか。はい、私、うん、焼き職人赤峰でございます。よろしくお願いします。猪苗長田で焼き鳥屋さんをやっております。美味しいですね。美味しいですね。自分で言っちゃうんだ、ここ。はい、私はひよこーラスの
カブと申します。カブよろしくお願いします。カブお願いします。はい、そして、はい、ラッパーで本屋さんのジャパナです。ジャパナです。いいですね。素敵。本職本屋さんなんですね。そうでございます。普通にこう鶏のねかぶり物してますので思いっきり鳥に近いんです。まさかの本屋で人です。そこは大丈夫です。そこは怪我させてよ。もういきなり崩してね。はい、はい、ということで今日は、3人の方にお越しいただいていますが、はい、また今週も一人いないですよね。いないね。あ、エキペは仕事があるってずる休み、うん、あ、じゃあ仕事があるってずる休み、うん、なんかね、あの夜勤、なんか昨日今日、うん、急に夜勤になったっていう風な、うん、どっちが大事かってね。ね、なんか急な夜勤ですからね、今まで聞いたことないですけど。まあもしかしたらふわーおな夜勤かもしれない。こっちが、うん、なかなか、まあね、僕も遅刻したことあるんで人のこと言えない。なんでですか。延長料金まで払うからなるとは。ね、はい、ということで今日はこのメンバーでお送りしたいと思います。はい、はいはい、さあ、うん、オープニングトークなんですけど今日は私でございますよ。ホワイティさんですね。そうです、はい、私はですね、まあ、今日テーマ移動なんですけど、はい、私が、まあ、内地から沖縄に移住した時、まあ、その時まだ夫婦だったんですけどね、その時にですね部屋を借りようと不動産屋に行ったんですよ。がことごとくどこも貸してくれないっていう。ああ、よくもう僕も聞きました。それ 負のサイクルが、はい、ぐるぐると回り出して、もう同じ物件を3回ぐらい見るんだけど、全部不動産、通す不動産が全部違うとかすごい見て、でちょっと反省したわけよ。どうして部屋が借りれないんだろうか。そうですね、ちょっと考えてしまいますね。これはさすがにね、こうもうおおらかな沖縄の人でも、お前何の仕事するんだって、いや分からないですって答えるような、ね、そんなそんな夫婦に貸す人はいるんだろうかっていう。確かに。そうそう、そこだったのよ。その時点で2人ともですか。うん、でも何にももう無職の状態。もうそれは確かに。もう本当に何にも染まってない状態で行ったら、はい、すげえ洗礼受けて。で、1個、ね、やっと借りれたところがあって、はい、もう本当涙出るぐらい嬉しかった。わかりますね、うん、それは。おお、やっぱりもう僕も結局それがなんかイメージにあったんで、あの月貸しのなんか簡易宿泊所みたいな。あ、なるほど。まあ那覇な、うん、ね、住んでますんで今、うん、ね、もうそういうホテルが結構ゴロゴロとありますんで、うん、そこでしばらく借りて、で仕事勤めながらちゃんとした家を探したっていう、うん、あ、なるほど。そしたらなんとか行け、うん、そう入ることできましたけどね。ちなみに保証人も、まあ、最初、まあ、元旦那の内地の友達に頼んだの、ずっと沖縄住んでる、はい、でもダメで、はい、やっぱり沖縄の名字の人を保証人すると、はい、ふって借りれる。へえ、沖縄の名字最強とか。なんかあるある。こんな移動のごたごたがありました。そらしどばさんからも、うん、泣いちゃうのあ、そうですね、この方も一度こちらで住んでたことがあったとお聞きしてますんで、まあ、私、はい、移動ドタバタな話でございましたよ。そうなんですよね。以上です。はい、はいはい、ということでオープニングトークが終わって次は、はい、今日の改めてテーマの発表です。テーマ発表します。はい、今夜のテーマは移動。移動です。移動です、はい、動く、まあ、まあ移動手段とかね、いろんなあのパティーンがあると思いますんで。そうですね。ですんで、はい、あの、うん、僕もあの、うん、両方あの異なる動きと、それから普通に移動と、ね、両方書かせてもらいましたんで、いろいろ移動された方もいると思うんで、どんどん、はい、メール待ってます。メール待ってます、はい、そして今日はですね、まるねお休みです。はい、はい、ね、ちょっと、はい、あの同伴がなかなか長引いちゃったみたいで、あ、夜勤ですね、返してくれないってことで、はい、来週に回します。これ貯めといて。そうですね、来週に回しますんで、はい、皆さん、はい、来週に回したいと思います。どんどん送ってください。はい、そして40分頃からは名古屋支部からの生中継となっています。なお、メールアドレスは moon@fmginowan.com、 moon@fmginowan.com。この番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。
この番組は中川名木創業67年中村製菓民謡居酒屋やっても俺 R サプライトリプル8名古屋ライブハウスコタンフリムーンファミリーの提供でお送りします。はい、そらしどばさんごめんなさい、はい、あの姉さんも、はい、ちょっとあのアジャの川行ったんですけどね、うん、寝てたいということで、うん、今日はオファーを受けてくれませんでした。まだ沈めたままでしょ。そう、沈んでたままです。アメークは、はいはい、アメークはね、ちょっとコンクリートでくるまれてるんで、はい、なかなか出てこれません。ちょっと出すのに時間がかかるんで、ご安心ください。はい、ご安心ください。なら終わったら、はつりに行ってあげて。コンクリート。ちょっとね、あのもう少しあの出しやすいところにね、置いておいてあげたいんで ね、うん。はい、では、CM いきますか。はい。はい、CM でーす。もみの声が聞きたくて FM797 聞いてます。ハゲは映らないよ大丈夫、皆さんゆたしく聞いてください。フリムーンラジオということで、うん、フリムーンラジオ今週もお送りしております。今週のテーマは移動です。はい、来てます、はい、お願いします。はい、フリムーンメンバーの皆さんこんばんは。埼玉のはちみつ家です。いつもありがとうございます。はちみつ一家ですね。ありがとうございます。はい、テーマの移動もしくは移動、自分は子供の頃ウルトラマンのテレポーテーション過去瞬間移動という能力に憧れましたねって。あ、うん、誰しも考えますねこれね。憧れたきっかけはいつも門限に間に合わず鍵をかけられ家に入れてもらえなかったので、ウルトラマンのテレポーテーション使えば間に合ったのにと思ったからです。ちなみに自分はウルトラマンレオまで見ていました。好きなウルトラマンはゾフィー。たまにしか出てこないのでゾフィーが出てきた時は興奮したのを覚えています。好きな攻撃はウルトラセブンのアイスラッガー。アイスラッガーを放った時、うん、セブンが丸坊主頭になるのがちょっとだけ抵抗ありましたが、自分の頭にアイスラッガーがあったら良いのにと思いました。以上、山手線外回りの8号車から送信。今日は電車の中からだったんですね。今日電車だったね。しかも朝出勤途中だね。うん。ね、1時25分ですよ。今日は、ね、早い。ありがたい。ありがたいっすね。ねえ、もうそんなこと言ってる横でもうあの、うん、鶏のトサカをアイスラッガーの方に、あ、ほんとだ、リアルに今アイスラッガーがあるここに。やってました、やってました。これ取れないやつですよね。これ、うん、しっかりした作りなので取れないです。作りとか言わない、作りって言っちゃダメ、夢が壊れるみたいな。壊れちゃう、ね、値段の割にあの値段って言わないで。すっごいもうあの頭からも設定をどんどん外していくっていうね、自ら外していくスタイル。僕もまだ設定分かってないですね。せっかく作り込んでるのに。本当そうですね。何かから出ようとしてる。常夏うこうさんからも、はい、今日のゲストいつになく自由だな。あ、そうなんですか。うん、いや自由、超自由ですね。いいぐらいじゃない、いい感じです。うちには
まあこの番組が自由ですからね、うんうん、でもこのさアイスラッカーって絶対やってるでしょ。なんか赤白棒で小学生やってる。懐かしい、ね、懐かしい、ね、懐かしい、ね、赤白棒か赤白棒でやってたよ、ね、真ん中立ててさこうやってやってたよ。本当に投げてたよ。投げてるよね。やってるよねみんなね。勝ったこれ地域共通ですねこれね。もうこれはあの海を越えてそうですよ。島沖縄もそうですよ。そうだった本当に宮古まで宮古もやってた、ね、宮古もやってたんだねやっぱね。素晴らしいね、はい、さあ、次ですけど、うんはい、この方から来ています、はいはい、あーですか。なるさんどうすか。はい、では読みたいと思います。はい、はい、たーい。フリムーンの皆さんこんばんは。梅野のサイクルヒットをラジオで聞き逃す、うんはい、そんな阪神ファンがいていいのか、うん、ホークスファンのアレックスです、はい、ありがとうございます。もうまるっきり、まあ、まるっきりこれ僕のことなんですよ。昨日あの、うんまあ、あのラジコがあるので阪神のラジオ大阪のやつ聞けるんですけど、うんうん、あの横浜に5点差つけられた時点でもう切ってたんですよ、うんうんうん、まあまあそうなる。で気がついたら勝ってたという、はい、もうナルトラさんは阪神ファンから移動するかもしれない。仕方ない。梅野龍太郎が言ったら、うん、ドッキリセリフ、うんっていうので3つ来ています。はい、はい、まずじゃじゃん行きましょうね、うん、はい、あ、いいですか。あ、俺パリーグに行こうかな。パリーグで正捕手がいないチームはどこ。オリックス、日ハム。パリーグでもサイクルヒット打てるんちゃうか。果たして梅野はパリーグのチームに移籍をするんだろうか。乞うご期待。梅野選手サイクルヒット達成おめでとうということで、はい、おめでとうございます。これすごいよねでもね。サイクルヒットすごい。昨日の僕 の, あの、うん、ラジオの聞き方からぶっ込んできましたねこの人 ね, ねあのこの梅野っていう選手がね九州出身なんで、うん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 、もしかしたらソフトバンク行くのかもしれないという淡い期待を持ってるのかも。なるほど ね, ね、それだよ。それはないな今のところって。まあはいはい、もうちょっと阪神で頑張ってほしい。未来英語阪神で頑張ってほしいです、はい、ということで続きましょう。はい、こんばんは。フリムーンメンバーの皆さん、ゲストの幻の焼き鳥バンドさん、リスナーの皆さん、兵庫のみーさんです。ありがとうございます。沖縄の桜も好きですけどこっちの桜も綺麗ですよ、はい、昨日は、地元兵庫県の姫路城の桜見てきました。さてさて今日のテーマ移動に移ります。あっ私は瞬間移動ができるようになりたいので。なりたいわけ。ただいま特訓中です。すげえ。やってるんでしょうね。やってるな。考えるだけで楽しくなりませんか。ではまたメール出しますね。皆さんまたや。またやって、はい、兄さんぜひ瞬間移動で来てください。そう、ね、何をやればできる、うん、瞬間移動できるのかが なんか多分特訓してそうな気がする。なんかこう、うん、念力をこう、うん、なんかこう、なんていうの、足こう座禅みたいなの組んだりして、うん、ちょっとこう手不思議な形にして、してここにこうなんか気を貯めて、で、うーんとか、でこれでうまく沖縄に来れたらいいですけど、うん、ね、土地の海の上だったりしたら怖いですね。この念をしてる姿でプッて現れても困るね。怖いな。うん、これも怖いですね。何って。これ風呂上がりでやってたらどうするんだよ。ね、この、うん、ね、ごっぱちとかこの通りの突然現れたりしてね。怖いよ。怖いよ。怖いよ。怖いね。ちょっとタオル一枚巻いただけとか ね。どうしてそこで練習をしたんだろうみたいな。みさん気をつけて。服装には気をつけてください。はい。はい。はい、じゃあカーズニーから来てるますね。あ、来てます。ありがとうございます。はい、皆さんこんばんはということで、まあ、はい、週末は沖縄入りをする。という数にですね。そうですね。はい、テーマは移動ということで、うん、仕事やお出かけなどの移動手段はもっぱらバイクです。で、この時期は春の暖かさを感じながら気持ちよくバイクを運転するんですが、うん、今年は寒い、うん、で今日も冷たい雨の中バイクに乗って出勤ですということで、うん、車買おうかな。あれはい、郵便番号が352。やめなさい、やめなさい。はい、ダメ。まあまあまあ、このラジオネームで場所分かってしまったんですけどね。だって、鶴ヶ島だもん。そうですよね。そうね。埼玉県で。でも今日は寒かったみたいね。らしいですね。カズニー
大型持ってるわけよ、うん、大型のビッグバイクと、はい、通勤なしにワンツーファイブかな、うん、持ってるんだけど、うん、なんで車買わない買えるね。意外と高いですからね、あの維持費大変、うんうん、自分も持ってたんで、うん、あの7班とか400とか、うん、だんだん250とか落としてきて、うん、最後は借金の方に取られて、うん、今は車だけです、はい、なるほどね維持費大変よ、うん、本当に、ね、でもいきなり寒くなったから大変だったね今日 ねらしいですね、うん、本当雪降ったとかってらしいです本当なんか東京雪降ってもう一桁普通に気温がいや本当怖いね、あったかくなってきたよって時にだけどね、そっちにいる鶏さんとひよこさん、うん、多分大丈夫だろうね、うん、暑いバイクやっぱり暑いって暑いっすやっぱりそこはかぶってる体でいくのかぶってるどうしたらいいですか ねどういう体でいけばいいのかいまだ決まってはないね固定決めてないです、ね、まだ うん、そこは決めてないですねあなかなか幻僕にはちゃんとねあの、うん、シェフとニワトリとひよこに見えるんですけど、うんはい幻かもしれないです、ま、そろそろ脱ぐんで、ね、脱ぐとか言うんだもん怒られてる、ね、鶏がひよこひよこに怒られてます俺が正しいんじゃないそこでシーって出ましたよ、ね、はい、はいはいあはい、一応めいちゃんからね、はい、あの声がしないってさっきからバンドさんのバンドさんの声がしない羽ばたいたってピヨ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 、うん、あ変な男が乱入したけど、うん、丸坊主のハゲチャビン出ましてって指さしてますね、はい、あそれ後でね横さんに後でね、はい、ハゲチャビン難しそうなあんた出入り禁止よ、うん、難しそうな分もう入っちゃってましたからね入ったね次来たらあの警備員にお願いして、うん、なんか手書きのメッセージを書いていったんですけど、うんはい読めるのかそもそもっていうねお便りが来たと思います後でね、ね後で読みましょうはい、はい、まだありますまだ、待って待っていきますかどれめいちゃんあめいちゃんからでいいよめいちゃんからでいいはいはい、進撃のめいちゃんから、ね、ありがとうございます、フリムーンの皆さん&アイラブユーの池ペイ先輩そしてゲストの焼き版の皆さんもこの縮め方これでいいよ、はい、焼き版でいいんだこっちは縮めなくていいけど焼き版の皆様もこんばんムーン、松本あき子の食べ方がいちいちあざといって思ってるめいちゃんでございますありがとうございます、はいでは移動、うちの職場先では 2,3 年の間に移動があるんです内地に飛ばされたりまたは離島に飛ばされたりと散々なんです、うん、一番遠い移動は那覇から東京の本社へ明日からねって飛ばされた社員もいましたあまり、うん、移動とかっていうのは正直したくないですね、白子さんも本格的にアジャの女帝になっちゃったんです、そして憧れの池平さんにお願いがあるんです実は今週土曜日が私の誕生日なので池平さんから誕生日おめでとうからの超熱いキスをいただけたら嬉しいです、うん、ではでは土曜日に会う方は土曜日ねめいちゃんあじゃあ今日イケペイは男性ですよ、ね、今日あのいやついに目覚めた、うん、あのどっちでも大丈夫なんですよ、うん、めいちゃん実はあなるほどねで今日あのイケペイの代わりにナルトロが熱いキスするんであれ誕生日おめでとうからの熱いキスまあ今日はね、はい、どうぞあのいませんからイケペイさんがはい早く、はい、巻いて代わりに行きましょう巻いて、ま、巻かれちゃってる、はい、誕生日おめでとうんーまあおめでとうっていうチンちっちゃくやらせといてやらせといて今見たこんばんムーンってねクリームさんがいきなり僕のナイキスが始まりましたよこの番組本当にツイキャスのクリームさんすいませんすいません、謝ります聞き出したらナルトラの投げキスからだったっていうね。全然知りませんか。ひよこさん絶句って今ね、うん、大丈夫ですか。ね、この番組で仕方なくやらせてもらってますんで。はい、いや大丈夫。気持ち入ってたから。姉ちゃんの件は届いてるから。あそうだね、他の皆さんはちょっと耳障りでしたね。すみませんね。はい、なかなか厳しい件が。はい、はいはい、大変失礼いたしました。はい、ということで久美もさん。うん謝るなら銭よこせもうお金をもうど正直に攻めてきましたねこれねうんなんかでも分かるよ、はい、分かります分かるよ一旦 CM 行きましょうかちょっと仕切り直していきましょうかはい、はいはい、CM です
癖になり、毎週水曜夜9時のフリムンラジオに夢中です。フリムンラジオ。はい、では改めましてですね、はい、焼き番こと、ま、幻の焼き鳥バンドの皆さんでーす。いらっしゃいませー。焼き鳥です。いいね、いいジングルですね、うん、さっきから聞いてたんですけど悪口にしか聞こえないんだけど。いいなと思って。ツイキャスの方で、あの幻の焼き見らないタクトさんって、この方ご存知ですか。あ、タクトさん、うちのメンバーですね。そうそうそう、はい、トリーダブルダブルダブルということでおります。ありがとうございます。今ちょうどあの宜野湾の長門の方にある焼き鳥屋、お店の方で今焼き鳥を焼いてますね。あ、はい、焼きながら聞いてくれてますね。本職中ですね。焼きながら聞いてるんだ、はい、そうなんです。長門のダイソーとベスト電機の間にお店があります。あ、いい方角、330沿いですね。あ、そこですね。美味しく焼ける場所だ。イノワンヒューマンステージっていうライブハウスがありまして、はい、ライブハウスの前でお店をやってるんですけども、今度ゴールデンウィークにそのヒューマンステージでイベントを企画しております。お、はい、自然にその自然にこちらから来る必要がなくて、びっくりした、こっちも、さすが。その名も、はい、幻フェス、幻フェスという名前でして、びっくりした、びっくりしましたね、びっくりしました。幻フェスという名前でございます、うん、はい、3日間で80組ぐらいのアーティストが出演していただけます、うん、はい、こんなにいるんですね、沖縄にね。ボリュームがもう本当にすごいですね、80組、ね、うん、面白そうですね。面白そうですね。ちなみに焼き場の皆さんは、はい、その3日間のうちの、うんうん、そうです、3日間とも出ます。すごい、ハードスケジュール、主催者見れるよ。はい、ぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ね、で、ね、詳しくそのそうです、ね、方法を見る、うん、見るためにはどうしたら、チケットの、チケットの購入方法ですね、うん、前売りが2000円になっておりまして、うん、今言った長田にある焼き鳥屋台に買いに行くことも可能ですし、うん、ヒューマンステージで買うことも可能です、はい、で、友達とかにですね、出演者がもしいらっしゃいましたら、うん、ぜひその人から買ってあげてください。応援にもなりますので、はい、アーティストさんへの、そうですね、はい、沖縄替え歌友の会から買ってください。買ってくださいね。出ますので ね、 ね、 ますね。そう、はい、メンバーが今ミキサーの方に座っておりますけれども、はい、はい、ということで、ちなみにですけど、その替え歌友の会は何日に出るんですか。ね、5日、うん、5月5日日曜日の、うん、16時ちょっと過ぎぐらいですね、午後4時過ぎ、いい時間帯、はい、いい時間帯に、はい、ちょっとやばいネタを封印しつつ、うん、いつもの会話ってちょっと変わったやつをやろうかな。そうですね、あの、いつものネタをやるにはちょっとまだ明るい時間が早いんですよ。実はね、時間的に早いね、はい、だけど、はい、それ関係ない人が一匹、あの、うろちょろ、うん、ハゲチャビンがうろちょろして待ってたんで、うん、ちょっと今日説教入れながら、うん、そうですね、なんかさっきもね、ちょっと檻を飛び出しかけてきましたので、ね、はい、一応計画中ね。はい、ちょっと変えようかなと、うん、何曲か、はい、楽しみ。5月の 何日でしょ。そうですね、言ってませんね、うん、そうですね、はい、ゴールデンウィークと、ゴールデンウィークは今年みんな長いんで、ちょっと、長いね、詳しく、はい、5月の3日、4日、5日、金土日にやります。はい、さよこですね。お時間の方は、お時間は1時、うん、昼の1時からやっております。はい、はい、はい、もちろん焼き鳥は食べれるんでしょうか。焼き鳥はもちろん食べれます。お、はい、いいですね。誰が焼いてるのか気になる。それは焼き職人、私が焼いております。そう、すごい、じきじきに、うん、はい、焼いております。焼きつつバンドも、はい、そうです、そうです、ね、この忙しくないですか。忙しいので、うん、今店見てるこの、はい、焼き、焼き、見習い、そう、焼き見習い、うん、あ、見習いの、タクトさん、はい、焼いて、二人で焼いてます。あ、なるほど、はい、じゃあちょうど、まあ、うん、いろいろと入れ替わりながら、そうなんです、はい、うん、あ、今、うん、はいって、うん、あ、聞いてますね、しっかり聞いてますね。聞いてるいいぞいいぞいいぞ。でも、あの、
みんなちょっとこう、うん、どんな感じの、うん、あの、ね、何こうバンドをするのかな。ちょっとじゃあやります。ちょっと、うん、ちょっとお願いしていいですか。はい、ここで立ち上がりました。はい、はい、後ろに今3人がワンツーワンツースリーフォー、煮ても焼いても食べられないものもあるけれど、僕をじっくり炭火焼き美味しく召し上がれ、幻の焼き鳥そんじょそこらじゃお目にかかれない、幻の焼き鳥一口頬張り今日も幸せさ。こんな感じで私たち月曜日で歌いのこんな感じでやってりますね。素晴らしい。いやね、あの、まあ、ラジオ聴いてる方にはね、残念ながらこう踊ってる風景見えなかったんですけど、うん、あの2人がもうなんか、ね、何の羞恥心もなく踊ってるっていうのがね、タクトさんがノリノリでイエーって来てます。本当本当、踊ってたはずです、今焼きながら。ノリさん、消し済みになったみたい。焼き鳥バンドはいろんなイベントとかお祭りとかの出演依頼も受け付けておりますので。そうなんです。結構ファミリー層たちに喜んでもらってるので、ね、ぜひぜひうちでやってほしいって方は、うん、焼き鳥バンドまでお声掛けくださいませ。お願いします。なんか SNS とかやってるんですか。はい、検索してください。やります。いい返事。はい、やっております。検索焼き鳥バンドでインターネット検索したらもういろんなの出てきますので。はい、ひらがなで焼き鳥、カタカナでバンドでね、出ますんで。おー、よろしくお願いします。検索して、今検索して。そらしどばさん、焼き豚じゃないよ、焼き鳥よ、焼き鳥。そうね、ひらがなで焼き鳥。そうですね、カタカナでバンド。そうやればもう出ます。出るように仕組んでおりますので。何その仕組み。怖い。はい、怖い。ツイッターもフェイスブックも、うん、インスタグラムも全部あります。TikTok もまでですね。TikTok も最新。YouTube もあります。ミクシィだけないです。ミクシィはない。あ、ミクシィなんか懐かしいですね。懐かしい。逆に懐かしい感じがします。すごい。なんかもう今ね、こうトークで盛り上がってる間に、ツイキャスの方では、うん、あの焼き鳥トークが広がってました。ありがとうございます。ちなみに何でしょうか、ちょっと。あ、初。スラシドおばさんが、はい、ぼんじり塩で2本。おー、注文入ってる。クミモさんが、私初って。初。あ、いいね。初の曲もありますし、ぼんじりの曲もあります。そう、あります。そういうのもあるんですね。はい、てか全部そうなんですね。全部この焼き鳥のこれを持ってきてるので。はい、これ曲目リストが主演乗ってますが、焼き鳥つくね、そうですね。ラジオ聞いてる方に収録曲、順番に行きますよ。はい、幻の焼き鳥、はい、つくね、レバー、鶏皮、ハツ、手羽先って全部メニューじゃねえかよ。曲のタイトルです。そう、曲のタイトルです。これ収録曲になってますね。で、普通にこうあの値段が書いてあるところが、うん、あの曲の時間になってるんですよね。そう。そうなんですよ。素晴らしい。凝ってるねー。凝ってますね。これを何枚コピーしたんかわからないくらいのね、コピーの重ね引きみたいな感じで、ジャケットになってますけど。味がありますね。ねえ。これでもなんかさっきの動き見てたら、この幼稚園とかなんかいいんじゃないかなって、子供とか。その仕込みも今やってます。おっと仕込み。おっと、恐ろしい。実際に幼稚園、保育園でもやってたりとか。そうそうそう、呼ばれてやってます。仕込みに使われちゃいました、ちょっと私は。まさかの誘導されるとは。ありがとうございます。ありがとうございます。いいですね。BGM 代わりにしましょうか。ぜひぜひ。嬉しい。じゃあさっきボンジルと初の注文あったので、ボンジルかけてもいいんじゃないですかね。はい、ちなみにアルバムのお題名がですね、串盛りですね、これ。素晴らしい。はい。なるほど。青空とかではないです。ジャスラックは大丈夫です。あ、じゃあもうオリジナル曲でやってる。今聴いている人たちにも全部、はい、ぜひぜひ体験します。やったね。ちょっと一曲普通に聴いてもらう。ボンジル？うん。何曲目かな。ぼんじり。ぼんじりは1,2,3,4,5,6,7 曲目ですね。じゃあちょっと今準備します。うん、あ、ぼんじり食べたくなってきた。店のチラシも持ってきたので、ね、ぜひぜひ。ありがとうございます。はい。ご感想、何でしょう。本格炭火焼き鳥屋台、幻の焼き鳥ということで。すごいですね。店の名前からもうこのままですね。あ、いいですね。あ、連絡先も書いてあるよ。あ、はい。どう？
曲かけますか、先どうしましょう、うん、先に行きましょう、はい、はい、お願いします。業界新規参入、それはコンビニ焼き鳥漬けには便利になったけど売ってないぼんじり。そもそもこの曲を聴いてるリスナー、ぼんじりのこと知らないやつはいるか、そいつは人生に割り損、それくらいうまいぞ。安心しろ、損させたまま放置なんかするわけないだろう。耳こっち焼き鳥のプロフェッショナルたちが説明するからよく聞け。鶏の尻からちょっぴり食べるぼんじり、見つけたらラッキーぼんじり。いくらなんか鶏の尻からちょっぴり食べるぼんじり、ベリベリジューシー。ぼんじりは地域によってテール、三角、ぼんぼちなどと呼ばれることもあります。ぼんじり。説明だけ聞いて満足されたら説明機な焼き鳥やずっと痛くなる幻の言う。初も言っときます。初じゃ BGM、うん、あ、じゃあもうずっと流します。 BGM で聞けますね。はい、ということで聞いていただきました。ボンジーでした。なかなかみんな好評ですよ。サウルお兄さんが、放送中に焼き鳥にしようぜ。これは好評なんと言っていいんでしょうね。だって親鳥いるさ、ね、焼き鳥ちょっとできそうだなって、なるとら、はい、さばくの得意でしょ、ちょっとお隣の方をさばいて、さばいていて、さばかれる。有罪かな、無罪かな、インゴかな、インゴかな、ちゃんと血抜きましてくさくさくそういうインゴかな。じゃあ大丈夫、美味しく食べてください。いいまあ人なんですけど。怖い怖い怖い、脱がないでください。やばい、ラジオだから、ね、ラジオだから、はい、ニワトリ役だよね。そうだよね、役だけに、役だけに。はい、それからなんかリクエスト来てますけどね、うちの番組はリクエストは受け付けておりません。なんかでも題名おかしくない、これ過ぎて変わる鳥の歌。大丈夫、全然ね、今回鳥の歌ね、はい、鳥にかけたのね、みんな ねでしょうね、はい、クルモさんもね、はい、今日、ヤンニョムチキン食べた。ヤンニョムチキン、ヤンニョムチキンというのはよくわかんない。どこの料理です？多分韓国っぽい言葉だと思う。ヤンニョムだからね。チキンのとこは英語なんだね。うん。韓国料理だそうです。ありがとうございます。早い、クルモさん早い返事が。ということですね、今ちょっと曲の前に話の途中になったんですけど、お店の紹介をじゃあせっかく聞きます。330号線の、永田の方にありますね、宜野湾市永田 1-11-1、 また1並びじゃないですか。そうなんです。ここ選ん、まずで選んだかのように、はい、選んでないこれ。選んだんですか。いいですね、選べるもんなら選びたい。でもすごいですよ、なんか1番が並んでるって。そうなんです、はい、そして営業時間は、営業時間は、4時、夕方の4時から夜の10時までですね、はい、はい、で連絡先も書いてますんで、うん、言っていきましょう、はい、090-7585-3579、090-7585-3579、あ、早速かかってきた。うそうそどんな早技、はい、電源切っときます。そうですね、マナー、はい、着信はマナーないようにお願いします。駐車場ありって書いてました。そうですね、駐車場もちゃんとありますんで。、うん、はい、なんかドライブスルーもやってるんですね。そうです、焼き鳥ドライブスルーやってます。あ、じゃあもう買って、基本持ち帰りがメインでやってますので、うん、はい、持ち帰り屋台です。僕は週3ぐらいで食べてますね。トモグリ言われちゃった。役ですから、役やったり役ですから。身を削って、 やばいよね。本当だったらね、トモグリってことは人肉ってことだから。ね、サウラお兄さんさんから、あの、嘘ついたネギマにするよって。怖い怖い怖い。ネギマ流しますか。全部あるよね。ネギマは本望だね、本望だね。ネギマなら、ネギマ僕がボーカルしてる曲ですね。あ、
宣伝を忘れない。ちなみにあの、はい、3日間歌われるんですけど、時間帯は決まってますか？うん、そうですね、焼き鳥バンドの、そうですね、焼き鳥バンドは1時もうスタートの時点、一番最初と一番最後を3日間やるんですよ、焼き鳥バンドは。じゃあ、はい、オープニングともオープニングとエンディングと、うん、はい、すごい 鳥のバンドです。はい、鳥のバンドです。鳥だけに大鳥という。そうです、すごい、うまいこと言いますね。初めて聞きました、こんなの。よかったね、ナルトラ褒められたね。ナルトラ珍しく滑ってないな。斬新。よかった。なんか慣れてないんで、逆になんか気分がなんか。斬新。ここに来て1年かかってやっと。そうですよ。いいこと言える。やっと2年目に入ったばかりになって。鳥と鳥をかける。すごいな。もう何このいつもいつもじゃない感覚。変な感じ。そばゆいんですけど。けたをされてなんぼのナルトラが今いい感じに扱われてる。感心するよね。なんだこれ、やばいです。褒め殺しだ。はい、もうこれはナルトラ3日連続チケット購入決定です。ありがとうございます。ありがとうございます。ナルトラ、俺チケット今日もらったから。はい、10枚だったっけ。だから10枚、何人いくわけ。買ったとしても連れていける人間がいないじゃないですか。はい、え、あ、いや、その話は後でな。怖いよ。裏でな。ちゃんと交渉しましょう。はい、さあ、ということで、はい、時間なんですが、そろそろ、うん、あ、そろそろだね、うん、ですね。ちょっと、はい、焼き場の皆さんに、はい、呼んでもらう。この後、あの、名古屋からのコーナーですんで、はい、いつもゲストさんに、はい、名古屋と、あの、叫んでもらってますんで、うん、はい、名古屋中継が入りますんで、うん、はい、名古屋コーチン、せーので、せーので、名古屋ですね。はい、せーので、名古屋。待って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 、ないし。いきなり合わない感じが。はい。で、僕がせーのって言いますね。よろしく。せーの、名古屋。コーチンですね。コーチンですね。いきなり来ました。なるほど、つながってる。ダサーズでございます。こんばんは。こんばんは。そちらのユニットさん、チキン野郎でしたっけ。やめなさい。そうです。やめなさい。チキン野郎。認めたよ。チキン野郎です。あ、すみません。鳥釜飯ユニットさんでしたっけ。そうです。そうです。おーい。おーい。チンってされちゃってるし。自分たちで決めたらダメですね。ちょっとよく聞いてなかったんですけども、実際あの鶏肉の販売されてるんですか。あ、そう、あのコック長がやっております。はい、焼き鳥屋台をやっております。焼き鳥屋台をやりながら焼き鳥の歌を歌っております。そうそうそう。うん、あ、歌いながら焼いてるんですか。そうですそうです。歌いながら焼くし、歌いながら焼かないときもあるし、焼きながら歌わないときと三パターンですね。すごいね、今のパターンもね。はい、あ、まあ。まあ、どっちでもいいですね。懐が深いですね。ありがとうございます。といて。いやー、まあ、鶏肉、まあ、名古屋も有名でして、名古屋コーチンという、あの、有名な鶏肉がございます。で、まあ、正直言いますと、お値段もそれなりのお値段するんですね。で、まあ、やはり、名古屋コーチンというだけ、やっぱりですね、味がね、濃いんですよ。ええ。濃いって言ってもですね、そこのギャラリーにいる、頭ピカピカの、そういったね、脂っこい感じではないんですよ。はい。ええ。安心しました。まあ、安心しました。そういったことで、まあ、名古屋も、鶏肉よく食べますので、また、まあ、沖縄でもですね、私、鶏肉、やんばるの方なんかで売っている鶏肉なんか美味しいのかななんて思ってますので。やんばるの地鶏ありますね。持っております。で、ですね、移動、今日のテーマ、移動ですか？はい。あ、ですね、最近、沖縄への移動時間、苦にならなくなってしまいました。おぉ、すごい。もうなんか、いつものパターンという感じになってしまいまして、だいたいですね、2時間15分から20分ぐらいで着くんですけども、ええ、もう寝てるだけっていう。どうやったら苦になるんでしょうか、これ。ほんと、寝て、うん、コーヒー飲んで、うん、キットカット食べて終わりという。うん、すごい。こんなような。僕がしも分かっちゃいましたよ、これ、ね。いやキットカットまで言っちゃったよ、もう。もうほんとね、たまにちょっとキットカットが、うん、
たるくてね、嫌な時も歩きます。うん。大変だ。で、夜なんかもコーヒー飲んでしまうと目が冴えちゃって、うん、もう、どうしてここでコーヒーっていうふうに思いますけども、うん、はい。まあ、そんなようなことでして、そういった移動もですね、最近は苦にならなくなりました。すごいね。それで、で、あと、まあ、自分が今までですね、移動の中で、車で移動した最長記録がありまして、ほう、はい。自己ベストタイなんですけど、名古屋から熊本まで車で行ったと。距離で言いますと大体ですね、当時900キロぐらいあるんじゃないですか。すごい。900キロぐらいあったと思いますけど、それを移動したと。で、帰りもですね、フェリーに乗ればいいのに、また車で帰ったっていう。なぜ、はい、なぜそんなに車で、はい、ただ単に車で行きたかったっていう。で、まあ、熊本にですね、友人がいるんですけども、夕方ぐらいに電話をして、うん、今から行くわっていう感じで行って、熊本へ行っちゃった。そんな感じなの。で、朝方着いたんですけどね。すごいわ。長時間運転しているとですね、うん、もうね、目、人間の目ってね、本当にね、バカになるような感じになりまして、うん、実はですね、車線が、高速道路車線ありますけども、うん、はい、あれがね、立体的に見えてくるんですよ。もうダメよ、それ。もう立体的に見えたときは、もうこれあかんなと思って、うん、で、まあ、休憩するんですよ。うん、まあ、そんなことでして、うん、まあ、そのですね、熊本へは、この人は、行ったことないのかな、うん、変わります。はい。はい。はい。スタジオの皆さん、こんばんは、味噌煮込みスキーです。こんばんは。こんばんは。こちらです。焼き鳥。焼き鳥、はい、失礼しました。どうしたの YouTube 見してもらって、あれ、YouTube 見してもらってすごい面白い歌だなと思って、やった、うん、嬉しいです。はい、なんか名古屋とかにイベントは来ないんですかね。行きますよ、行きますよ、行ってください。行きますよ、ぜひとも。焼き鳥のイベントがあったらもうどんどん焼き鳥のイベントいいですね。名古屋ね、その鳥つながりで思い出したんですけどね、うん、手羽先の、グランプリみたいなのはあるんですよ。おお、綺麗に食べるグランプリ。なんかその綺麗に食べる。なるほど。そのいろんなお店がその手羽先を、そのいろんなお店がいろんな手羽先を料理して、それぞれのお店の味付けで食べるっていう手羽先。いいですね。そういうイベントがつい数年前からあって。うん、はい。でさっき手羽先の歌をちょっと聞いたので、うん、なんかそういうのがあったら面白いなと思って聞いてました。出たいですね。出たいですね。呼ばれたいですね。すごいいいんじゃないこれ。出たい気持ちでいっぱいです。ツイキャスではね、沖縄まで車でお迎えに来てって言ってますけど、ね。気持ちでいっぱいです。先ほどの熊本のつながりの話ですかね。うん、熊本つながりで。いや、これは焼き場の皆さんを迎えに来てということじゃないですか。ぜひぜひ。どうですかね、ダンサーズ。うん、ダンサーズ。王子にやらせます。あった。待ってます。今日は王子ですね。うん、近くの川に沈めておきました。おやっと、王子まで川に。名古屋も。浅い川かな。浅めだからすぐ出てきそうな感じ。すぐ出てくるよ。あの人、100メートルぐらいの底に沈めないと。本当そうです。まあ、行水程度ですけどね。ああ、なるほど。まあ、そんなのでですね、私も鶏肉に関してはですね、手羽先大好きですので、ぜひ手羽先イベントがあれば、チキン野郎の皆さん来ていただきます。はい、おーい、おーい、バンド名が、バンド名がどんどん変わってるんですよ、ね。うん、でこちらも訂正しないという。私は言わないという。すいません、ここでちょっと正しく訂正してくださいね。あ、ですよね。本当だよね。じゃあどうぞ。幻のチキンバンドでよかったですか。え、ちょっと惜しい、惜しい。違うんだよ。あれだって。出てきたけど。一人だけヘッドホンしないから想像で喋ってます。そうなんよ。もうスタジオからなんか銃声が聞こえてきたので、はい、ありましたのでこの辺で終了ということで。はい。
はい、はい、ということでありがとうございました。はい、チキンヤローです。はい、カフ下げました。はい、では引き続き、焼き物係の皆さんとお送りしていきます。ちょうど女性帽子の並びで言うといい感じになってる。荒町ののりさんから、はい、コメントで焼き物係なんつってっていう。ありがとうございます。そっちにします。3、4、5の3日はそれにします。焼き物係にアイデンティティ低すぎるからやめてください。ナロトラ、はい、お、だから殴られてる、うん、から後でちょっと話あるから。いやこれ買わされる件が何枚に出るんでしょうか。さあそれでは、移動で、来ているメールの方をまた残りご紹介していきましょうか。行っちゃいますか。はい、はい、ラジオネーム自称お昼の1宜野湾市民。ありがとうございます。ありがとうございます。自称ですからね。はい、今日のテーマについてですが、もうお気づきだとは思いますが、はい、FM 宜野湾は番組の放送時間の移動がとにかく多いと思います。あ、大それた告知があまりないため移動に気づかなかった番組もたくさんあると思います。ね、FM 宜野湾の愛がもう溢れ出してるんですね。開局当初から全く変動がないのはこの番組くらいでしょう。さて、ある意味2度目の FM 宜野湾出演となったゲストの皆さんに質問です。ある局でやっている番組のゲスト募集の案内で、某番組を放送している局は FM 宜野湾とは別物と記載されていましたが、局を間違えた方ってまだいるんですか。そうなると移動は大変そうですね。追伸、幻の焼き鳥バンドの皆さんがやっている番組と同じ時間にやっているこちらの曲の番組でゲストがダブってしまったという回がそれぞれのベスト回だと僕は思っています。あ、某シティの方ですか。そうです。はい、ゲットの話に、はい、FM です。言っちゃってるし、曲ね。まあ、言ってもいいんですけどね。でも全然言っちゃっていいんですよね。大丈夫ですよね。浜崎就活応援バラエティコックピットへようこそ。そう焼き鳥バンドでやっております。ちなみに一応じゃあ、うん、曜日と時間を聞きしておきましょう。はい、はい、全然いいですね。電車って、はい、木曜9時に放送ありまして、うん、土曜朝10時に再放送あります。あ、再放送も、はい、収録でやってますので。そうそうなんですね。うんうん、納得。そう、聞いてくださいね。本音が出た。YouTube で見てね。はい、こちらの方も、はい、お願いしたいと思います。さあ、次行きましょうか。はい、はい、お願いします。フリムーンメンバーの皆さん、今宵もお聞きの皆さん、こんばんムーン、そらしどです。ということで、はい、こんばんムーンって。こんばんムーン。動くのが嫌いでゴロゴロしてる私はトイレと換気扇の下とこたつのトライアングルだけでそんなに動かないな。最近は移動すると膝が痛いっす。おい、大丈夫。明日からの PTA 役員決めで珍しくパソコン前からアイコス片手に送信という。アイコスは話してないから。アイコスは話さないから。アイコスは手放してないから。もういつもですね。私の山さん、PTA ってあのストレスの塊みたいに言うよね。もうあの毎週こういうね、PTA 関係のメールをね、最近送ってくる。お疲れ様です。そうですね、こちらからもお疲れ様です。頑張ってね、今年も。はい、はい、で来てます。はい、ヘイフルムの皆さん、名古屋チームの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは、はい、はじめまして、はい、穴町ののりです。はい、はじめまして。はじめまして。何十回目のはじめまして。はじめまして。はい、移動ね。前の会社、3営業所の本社勤務、はい、総勢30名で所長クラスの営業課長をしてました。はい、4日間の偏頭痛の果て、大動脈、帰り、大動脈帰りを発症、強制入院を余儀なくされました。そりゃそうだ。2週間後退院。すぐには外回りの仕事ができなくて事務所勤務に移動。若くはないけど事務員に囲まれてする仕事は楽しかったですよ。仕入れは今まで自分でしてましたが、事務処理は全く皆無。戸惑いながら、決して若くはない事務員ですが、優しさを感じ胸ちらを見ながら楽しかった。のりさん、明らかにこれセクハラですね。のりさん、目線がね、のりさん、なんか違うところに向かってたんでしょうね。やっぱりあの穴ののりさんだな。ね、大きな病気を経験しても、ね、そこは忘れない。エロ親父が胸ちらを見ながらね。まあこういうこと言える方です。元気で何よりです。本当ですか。元気で何よりです。コメントありがとうございます。嬉しいね。はい。はい、じゃあ、なるさん。あ、
じゃあ行きましょうか。ラストお願いします。はい、フリムの皆様こんばんは。四国徳島のバーモントです。ありがとうございます。さて今夜のテーマ移動、うん。沖縄旅行の移動手段といえばレンタカーですよね、うん。私の場合、コンパクトカーだったら何でもいい。つまり車種を指定しないプランでいつもレンタカーを利用します。なので、当日店に行くまでどんな車に乗れるのかわからないという楽しみはあります。ちなみに昨年の秋はこれ日産ですね、うん、ノート e パワ ー、先月はこれトヨタの CHR の予定がなぜかお店の都合でスバルのインプレッサーになりました。じゃあ何をしに来たんか。いずれも私が普段運転している車ではなかったのでそれはそれは楽しかったです。かっこ笑い。ではではということでありがとうございます。いやでも結構こういう風にあの乗ったことない車種に乗れるって僕も好きなんですよ。やっぱりあの僕もねあのまだ1年半ですよこっち住んで結構それまでに沖縄結構来てたんですけど、はいはい、やっぱりレンタカー、うん、何に乗れるのかがすごい楽しみだったんで、ね、めったに買えない、うん、乗れない、うんね、もうずっともうあの僕前の仕事 K を売ってたんで K しか乗ったことなかったんですよ。だからこういう時だけ普通車に乗れるっていうね、そんなパターンだったんで。沖縄は割とオープンカー借りてる人多いよね。あ、そうなんですか。なんかよく見る。いますね。いる。いる。います、います、います。あとマリオカートみたいなやつ。ああ、知ってるよね。たまにあります。外人さんしか乗ってないですけど。すごいコーナリングしてるからね。あれはなんて声かけたらいいの？マリオっていうのが。マリオって言えばいいの？なんて言えばいいの？バナナ投げてもいいのかな？ね、あ、やめてください。それはちょっと。あと、スパナとかね。さあ、ということでメールは以上になりました。はい、さあ、それでは急ぎ足で来週のテーマですね。はい、では来週のテーマ、今日は僕からいきたいと思います。はい、コンビニ。ということで、はい、ボンジリ。どんな聞き間違いですか。あ、コンビニ。バンドやってると耳もそういう風に聞こえる。この前のニュースであの、はい、沖縄にもついにセブンイレブンができるというか、うん、しかも7月11日っていう、ね、発表されましたね。それに引っ掛けて、うん、来週はコンビニのテーマで、ね、はい、OK です。今までなかったね、はい、こういうね、メールをいただけると思います。はい、はい、さあ、ということで今週ね、うん、ゲスト、幻の焼き鳥バンドさん、はい、来ていただきました。はい、はい、ありがとうございます。簡単に感想を。あ、うん、もう足りないですね。楽しい時間はあっという間ですね。はい、はい、ということで、時間になりました。今週の相手はナルトラでした。はい、ホワイティでした。エコザエルでした。そして焼き鳥バンドでした。でした。はい、ということでまた来週でーす。地球野郎です。ラスト乗れば食べてもいいのかい。およよよよ。